アメリカ、サンクエンティン州立刑務所のガス室ガス室は、毒ガスによって中に入れられたものを殺傷する密閉された部屋。チクロン B を封入した関係騒動に、シアン化水素が染み込ませてある、ナチスドイツが絶滅収容所で、ホロコーストとしてユダヤ人等に用いたとされる。使用されたのは、主に燻蒸殺虫剤のチクロン B で天井の穴から投げ込まれたとされ、 犠牲者が死に絶えるまで20分ほどだったという。なお、チクロン B は殺虫剤に過ぎず連続的大量殺人は不可能である。ナチスによるユダヤ人殺害にガス室は用いられていないと主張するものも存在する。しかしながら、チクロン B は制裁系の無人状態と使用後の長時間の換気を厳守する前提で訓上するための殺虫剤であり、昆虫より 人間に対しての毒性は極めて高い。通常殺虫では HCN 濃度 16000ppm で20時間かかるが人間の場合は 300ppm で数分以内に死に至る。また、ルドルフ・ヘスの副官だったカール・フリッチュ大尉は拷問されながら3ク5 0ペニヒで購入されたチクロンビー 1kg で200人を殺害できたと述べている。 ガス室による死刑を採用していた、アメリカの州ガス室による死刑を行ったことがない、最近まで行われていた直接的な方法としては、言っていないアメリカ合衆国のいくつかの州では、ガス室による死刑を執行している。死刑囚は密閉されたガス室内の椅子に固いましめされ、外部捜査によって椅子の下に置かれた。 硫酸容器の中に生産ナトリウムが落ちると生産ガスが発生し死刑囚を死に至らしめる。あらかじめ装着された長い聴診器により外部から医師が死を判定する。判事や許可を受けた報道関係者に見えるようにガラスの大きな窓を備えている。1979年公開のアメリカのモンド映画ジャンク首と惨劇には実際の死刑囚に対するガス処刑風景が 記録されており、処刑時の死刑囚の様子を見ることができる。執行後のガス室は壁面に付着した生産ガス成分を除去するため、毎回の洗浄作業が必要となる。この作業に対する防護措置、危険手当、各種消耗品等の負担は大きく、現在のアメリカにおいて最もハイコストな死刑方法である。実際、1977年の死刑再開以降、 ガス室による処刑で執行されたのは11件であり、1999年3月3日のアリゾナ州でのドイツ国籍を有するウォルターラグランドの執行を最後にアメリカ国内で行われていない。家畜を安全、能率的かつ安価に屠殺するためガス室が使用されている。また、飼い主に捨てられた犬猫などのペット動物を殺処分する場合に用いられることもある。 有毒ガスではなく二酸化炭素を用いるケースが多い。動物は充満した二酸化炭素により、犬では30から 40%CO2 と酸素により1、2分間で麻酔導入され、猫では 60%CO2 の吸入で45秒後に意識を消失し、5分以内に呼吸が停止する。これらのガス質はドリームボックスと呼ばれることがある。二酸化炭素の使用は、 米国獣医学会においても適切な手段のうちの一つとされる。死亡後の遺体はそのまま焼却炉へと落とされ、焼却処分される。焼却処分の後、遺骨は粉砕処理され、産業廃棄物処理業者へと引き渡される。このような方法に対して反対する者もいる。ありがとうございます。